足立康史君。足立君、はい、日本維新の会の足立康史でございます。まず今日はですね、今日もあの厚労省を抜きで、厚労省には通告してませんが、あの新型コロナにかかる経済対策を中心にですね、総務省の皆様と議論していきたいと思います。でその前にですね、一点、あの選挙ですね、公選法、まあ、あの臨戦特等もあるわけでありますが、今日あの選挙部長にもお越しをいただいてますが、まあ、できれば大臣から教えていただけたらありがたいですが、要すれば、あの要するに私の地元でもですね、今週末、4月5日告示で市長選挙が執り行われます。で実はあの現職の方にですね、大阪維新の会があの現職の方に対して、私たち大阪維新の会があの公認決定をさせていただいている方が、まあ、一騎打ちみたいな構図になりそうなことで今準備を進めておりますが、とにかくこういう事態ですので、ほとんどあの準備ができません。あの、まあ、頑張ってますが、あの選挙はですね、あの被選挙権も選挙権も大変重要な権利でありますので、用途のことがなければこれは執行していくというのは当然であると思ってますので、全力で今この準備をしているところでありますが、まあ、例えばその私ども、まあ、大阪維新の会が公認している新人の方からすればですね、握手もできない、まあ、選挙5日に告示をされてもですね、握手もできない、集会もできない、何もできないという中で、本当にこの被選挙権、選挙権がを行使いただけるのかということについて、不安が広がっています。まあ、足元で公職選挙法の改正の議論はですね、ないと承知して、まあ、私はまあいろいろ議論はしてるんですが、まあ、今のところ政府の中にはないということでありますが、一方で東日本大震災の時には特別立法もしたわけでありますから、どういう事態に今後なればですね、公職選挙法の改正がを視野に入れなければならないと政府はお考えになっているのか、ご紹介をいただければと思います。高市総務大臣。あのこれまで選挙期日および任期を延長する特例法が制定されたのは阪神・淡路大震災および東日本大震災の2例のみでございます。これは有権者の把握や施設の確保などの観点から選挙の管理執行のがもう物理的に困難であったということでありまして、まあ、その制定に関しては選挙の管理執行機関たる被災地の選挙管理委員会からのご要請もございました。で選挙の管理執行が物理的に困難であるという理由以外の理由で、選挙を延期するか否かということにつきましては、これはもう選挙権の行使に関わる大きな問題でございますので、各党各会派でご議論いただきたいと存じます。足立君。いいですか。はい、足立君、はい、あのありがとうございます。あのおっしゃるように大変重要な権利でありますから、今大臣がおっしゃったことに違和感はありません。ただまあ私の地元なんかでは、あの現職の方がですね、何かあの意見書を出されたりしている向きもあるようでありますが、あのしっかりとこの今大臣がおっしゃったラインをですね、私どもまあみんなよく理解して、で工夫をしてできるだけ有権者、まあ被選挙権を有する者はですね、自分たちの、を、まあ、投票していただくわけですから、しっかりと、まあ、最低限というかね、まあ、工夫をしてしっかりと、必要な情報を届けていく。でまた有権者の皆様におかれても選挙の重要性ということを踏まえつつもです、ね、一方で健康も大事ですから、選挙投票所の、工夫、これをとにかくそれぞれの選挙委員会、まあ、いろいろ総務省からも通知をですね、
行くたびにもわたって出していただいていると承知してますので、そういう通知を踏まえてそれぞれの選挙委員会、選挙管理委員会が、十分な対策が取れるようにですね、また引き続き国からもご支援をいただきたいと思います。さて、新型コロナでございますが、今安倍総理がですね、安倍総理が生活に困っていらっしゃる方々に給付金を支給するという生活支援のための、直接給付のようなことをですね、おっしゃって、ます。で、これいずれにせよお金を配るとすればですね、私は申請、今少なくとも政府が検討している、政府与党が検討しているこの給付金というのは申請を起点にしなければ給付はできないと私は理解をしていますが、ご認識いかがでしょうか。神田内閣府大臣政務官。お答え申し上げます。先般3月28日に、総理より取りまとめのご指示があった緊急経済対策におきましては、感染症収束のまでの間、雇用の維持と事業の継続に全力を尽くす観点から、休業等による収入が減少し、生活に困っている方々に対して、新たに直接の現金給付を行うこととしておるところでございます。で、先生お尋ねのその具体的な方法ですが、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたいと考えておりますが、これまでに行ってまいりました商品券事業、ないしは現金給付事業については、ご指摘のとおり、対象者の方に実際に申請をいただいた上で支給してきたところでございます。以上。足立君。給付、現金給付をする、その現金給付の申請書を送る、それをね、飛ばすこともできるという意見が、与党内にはあると聞いてます。すなわち、普通に考えれば、直接給付の給付申請書を住民の方、国民の皆さんにお送りする、でそれを返送してもらって、振込希望口座を書いてもらって、それを返送してもらう。そしてその振込口座に、指定口座に振り込みを実施する、こういうふうに、郵送して申請をしてもらって、そしてアクションする、貸し付けを、ごめんなさい、給付をする、こういう、3段階が普通はあるんですね。で、これはあまりこれも余談を持って私が申し上げると怒られますが、いろんな側聞するところによるとですね、政府は、ごめんなさい、政府・与党は、その手上げ方式というかですね、最初にその給付申請書を送るところをすっ飛ばして、困ってる人は手を挙げてくださいというようなことも、議論しているやに、ちょっと承知をしています。で、ただですね、ちょっと飛びましたね、いずれにせよ今、政務官、神田政務官からですね、この、申請主義みたいな形が基本、少なくとも過去は基本だったという話がありましたが、これ、総務省にちょっと伺いたいんですけどね、そうしたときに、実は3日ほど前に、自民党の小野田紀美参議院議員が、7つの連続ツイートをされてます。これすごいですね、リツイート1万2000。で、7つのそれぞれのツイートがリツイート3000ぐらいいってます。すごい拡散力ですね。で、これを見るとですね、そういうその手続き、今申し上げたように、住民あるいは国民にアプローチするときに、住民基本台帳を使うことになるんだけど、住民基本台帳を使って何かしようとすると、とっても大変で、2ヶ月、3ヶ月かかるのよということが書いてあるんです。
総務省事務方で結構です。これそんな大変なんですか、この手続きは。高原自治行政局長。ご答弁申し上げます。住民基本台帳の活用については、そもそも住民基本台帳が各種行政サービスの提供など住民に関する事務の処理の基礎となるものでございますので、地方公共団体の事務ということであればですね、市町村はその住民基本台帳に基づいていろいろな事務処理をすることが活用可能でございます。足立君。いやだからね、この小野田君さんのツイートを見るとね、いやいやと、なんかそのとにかく大変なのであると、大変なのであるからどうするかってことは実はよく分かんないんですよ。よく分かんないんだけど、とにかく大変だと書いてある。ただね、私はいや、この現金を給付する事務を一部ですね、自治体の仕事であるというふうに整理をして、市町村がやる事務であるということをしっかりと国で整理をして、そしてもちろん必要な手続き、もし議会にかける必要があれば地方議会にかければいい。でも私はね、それ自体がそんな大変じゃないと思うんですよ。少なくともですよ。要すれば今日一応確認、もう一回その総務省に確認したいことは、住民基本台帳はどうせ使わないといけないんですよ。だって今国民に政府があるいは自治体が国民にアプローチしようと思ったら、ね、住民基本台帳しかないんだから、すべての基礎、マイナンバーの基礎だって住民基本台帳なんだから。だから住民基本台帳、これは使うことになるわけですよ。でその時にこういう使い方をしたら、こういう使い方をしたら、何かその、時間がかえってたくさんかかって大変だとかいう、そんな、なんていうかな、ことは僕はないと思ってて、住民基本台帳を使うには、内閣がしっかりと、これの給付制度の、これ、しかじかの事務については、市町村の事務と位置づけて、しっかりと交付税措置等で手当てしていけばですね、迅速にできると思います。ところがね、これ事前にレクで申し上げているこの小野田君さんのツイートを見ると、例えば何かな、例えば一律に現金を給付しようとすると自治体の議会に諮る必要がある、議会の承認を得て申請書類を送付し記載し返送してもらうと経ていくと3ヶ月程度かかってしまうという見込みとのことですって、誰からレク受けておっしゃってるかはちょっとよく分かんないんだけど、事務方にもう一度ちょっとあれしていただきたいのは、住民基本台帳を使うのは市町村の事務であると位置づければ足りることであり、必要な予算が必要であればそれは、交付すればいい、交付税措置をすればいいので私は何も問題ない、こう思いますが、ちょっとどうですか。これ読んでると思うけど、ここで言ってるような議論を考慮する、これ考慮しろって書いてあるんですよ。僕は考慮する必要ないと思うんですけど、どうですか。高原自治行政局長。ご答弁申し上げます。委員ご指摘のように住民基本台帳を活用してですね、事務をやることになると思われますが、ちょっとちなみに私ども総務省がですね、かつて実施いたしました、定額給付金事業、それから地域振興圏交付事業につきましても、まず基本的に、国の予算が成立いたしまして、それから国の方からですね、補助金交付要項の決定等通知がございまして、その後市町村が補正予算案を可決をすると、で市町村の方で直ちにその住民基本台帳から給付リストを作成して、それをその後
住民の方にご案内などを送ってですね、それから住民から申請していただくという、どうしてもそういう流れになりますので、かつての例でいきますと、地域振興圏事業だと、予算成立から全市町村の交付開始までですね、やっぱり4ヶ月ぐらいはかかっております。定額給付金も、そのくらいかかっているという状況でございます。足立君。ありがとうございます。私が伺いたかったことは、答えていただきました。つまりね、自民党の皆さんもぜひよく議論してほしいんですけど、もういわゆる一律給付、国民に広くなんとか県とか、現金、これを口座に振り込む、これをもうやろうと思ったら、4ヶ月かかるっていうんですよ、4ヶ月。今、国民が求めていることはそういうことじゃないですよね。それからもう一つ、私はね、そもそも現金給付、だって現金給付だったら皆さんだって給付受けるんですよ、一律なら。意味ないですよ。だからだと思う、だから、ね、いや、もし一律に配るのであればね、なんかマスク2枚配るんでしょ、政府与党、ね、相談を受けてないかもしれないけど、マスク2枚配るんですよ。そうしたら、再び神田政務官にお答えいただきたいんだけど、それだったらもう政府小切手をね、いや、もし一律に配るんだったら、4ヶ月かけてたら意味ないから、もう即座に、市町村、住民基本台帳も使わなくていいんだ。マスク2枚はどうやって送るかって言ったら、なんか郵便局の何制度っていうの、なんかあるんですよ、ポストにひたすら入れていくってやつ。しかし、政府小切手をマスクと一緒にポストに放り込むっていうのも、ちょっと問題あるね、問題あるけど、じゃあ、例えばですよ、住民基本台帳に載っている最新のこの住所、ここに政府小切手を送る、要は申請主義じゃなくて、今日議論したように、冒頭から政府は基本的には申請主義を想定しています、政府・与党は。でも、申請主義は4ヶ月かかるんです。だから、もう手を挙げなくていいですと、ひたすらとにかく住民の皆様には広く、外国人どうするかとか議論ありますが、10万円をの小切手を、政府小切手を配る、これが一番迅速だと思いませんか。神田副大、内閣大臣政務官。お答え申し上げます。先ほども申し上げましたとおり、休業等により収入が減少いたしまして、生活に困っている方々に対しましては、新たに直接の現金給付を行うということとしておりまして、今、その具体的な方法については、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたいと存じます。その上でですね、先生が今ご紹介になられました、アメリカの例ですね、小切手を用いた現金給付というお話なんですが、この小切手の送付等についてはですね、一般論として対象者を特定いたしまして発送するという手続きの時間がかかるという点には留意が必要かと思っております。いずれにせよ、給付にいたしましてはですね、感染症の影響を受け、本当に苦しい方々に支援が直接可能な限り速やかに行き届くことが大事でございまして、過去の経験等を踏まえて、今回の事態に即応した給付を可能にするための仕組みについて、先ほど来先生も同様の思いであるかと存じますが、可能な限り速やかに支援を直接お届けできる方法について検討を急ぎたいと考えておるところでございます。足立君。もう政府・与党は、もう一律給付はもう捨ててます、捨ててると僕は報道で承知してます。で、一律給付であれば、政府小切手を住民登録されているところにどーんと送れば、ワンアクションで国民の皆様の手元に
すぐ換金できるどこの窓口でも、郵便局でも、信金申訴でも、都市銀行でも、地銀でも換金できる小切手を送ることは僕はできると思うんですよ。できると思うけど、今ご答弁あったように、今政府与党は一律配るのは考えてないんです、ね、困ってる人に配るでしょ、まあ、そうなんです、困ってる人に配るんです。で、私もそれいいですよ、それは賛成です。一律は簡単にできるけど、一律に配るのは意味がな、意味が大きく適切ではないということで、一律は配らない。ただ申し上げたいことは、一律に配るんだったら政府小切手を住民登録されているところに送ればワンアクションで済むから1週間でできると、私はこう指摘をしておきたいと思います。さて、そのじゃあそれ置いといて、じゃあ困ってる人、神田政務官、困ってる人ってどうやって審査するんですか。神田政務官。お答え申し上げます。これも先ほど来先生の言葉にあるように、手を挙げていただくと、自ら手を挙げていただくということになるかと思いますけれども、そういった形の、おっしゃっている意味は、生活福祉の給付金の関係なんだと思いますが、そういう形の手を挙げていただく形になるかと思います。委員長。足立君。いやいや、生活福祉資金制度、これは貸付ですね。今、政府は給付金の話をされてるから、それはまた全く別なんだけど、で、その給付金について、困ってる人に給付金なんでしょ。いや、本当に困窮されてる方は、今ご紹介があった、生活福祉資金制度を今、拡充してます。でもこれ、窓口が市町村の社会福祉協議会です。担当者そんなにいないですよ。せいぜい1日に処理できても10人か、いや、私の30万都市でも担当者はもともと1人か2人です。今それをガーッと寄せ集めて5人の体制で、30万都市で5人ですよ。で、1日に処理できるのが、まあ、20件ぐらいでしょう、せいぜい。その体制でどこまでこのパンデミックに対応するんですか。だから私はこの生活福祉資金制度はやればいいですよ。いや、今もやってる、すでにそれでお金を借りることができた方々がいらっしゃいます。それは素晴らしい。でも、そのやりと竹論というのがあるけど、この社会福祉協議会だってそういう事態に向けて作られている制度ではもともとないわけです。その時にこの貸付制度とは別の給付金制度、僕はね、政府与党、これぜひ小倉先生とかね、小林先生もいろいろ奔走されているかもしれませんが、これ結構これみんな混迷深めてますよね。混迷深めてる、どうやって給付金配るんだっていうので、もう大混乱ですよ今で。なぜ困ってる人にお金を配るのがこんなに苦労するかって言ったら、小倉先生もツイッター書かれてた、マイナンバーが使える状態ないからです。だからこれまあいろいろね、いや、カードなしで使うんだとか、あるいは後で使うんだとか、まあいろんな議論がある。だから僕は事後的に使ったらいいと思うんですよ。でもたちまち来週使えないですよ。なんかカードなしで使うとかいう議論があるんですか。ちょっとそれはね、まあそれはいろいろ議論した。で、私たち維新の会は今日の政府与党野党協議会、今日の衆議院の本参後に行われる協議会で緊急特別提言を出します。で、私たちが出す緊急特別提言の内容は、ね、まず貸し付けをする、金融機関を使ってまず政府保証、無利子無担保、100% 政府保証、事業資金じゃないですよ、生活資金です。生活資金の無利子無保証、ごめんなさい、無利子無担保 100% 政府保証の生活資金を毎月10万円を上限に貸し付けをします。それでしのいでください。まあ、この生活福祉資金制度の、まあ、金融機関版ですね。で、これをやります、やろうと提案します。で、ただポイントは3年間据え置きで、パンデミックが収束した後に
この3年間の間にマイナンバーと資産と収入をひも付けていただく。で、ひも付けた方がそれを全部ひも付けた上で審査を受けて通ったら給付に切り替える、すなわち免除する。こういう事後マイナンバーひも付け審査給付切り替え貸付制度というのをですね、今日提案しますので、ぜひ政府与党しっかりご協議をいただいて実現をさせていただきたいと思いますので、ご指導よろしくお願いします。以上です。次に井上